皆さん、こんばんは。今日は2024年10月29日火曜日です。今日のテーマは、中国の国有企業による債務不履行。返済はできません。借金いっぱい借りました。でもお金はありませんよと言います。中国の国有企業の倒産。中国の隠れ債務の問題について話をしたいと思います。最近ですね、外国の投資機構、経済学者、官僚もそうですし、結構アドバイスをするんですよね。例えば、利下げしましょう。大規模経済刺激策やりましょうよ。たくさんの国債発行しましょうよ。よく話します。これについても話をしたいと思います。10月25日、人民大会堂では人民代表たちが会議を開催しました。人民大会堂と言いますが、中国の国会なんです。でもですね、人民と書いてあるだけで、人民とは関係ありません。我々ですね、入ることはできませんので、そもそも人民代表というのは議員ですね。でも中国では人民代表だと言いながら誰でしょうか？知りません。中央政府が指定しますので、大体ですね、企業家とか多いんです。会議では全国人民大会11月の8日から11月8日まで開催するよと決めたんです。原因言いますと、アメリカの大統領選挙、開票日は11月の5日なんですよ。アメリカの11月5日とは中国の6日なんです。つまり、中国政府ですね、特に財政庁は、アメリカの大統領選挙の結果に合わせて政策、金融政策を発表すると思います。今回の会議では、事前に法律の改正、修正を決めるよと話がありました。最近ですね、中国の法律がとても多いんです。エネルギー保護法、幼稚園法、骨董品保護法、鉱山資源法、反資金洗浄法、人民代表法、海洋商売法、科学技術の普及法などとですね、ありますが、でもですね、どうでしょうかと私は思いますが、最後ですね、人事の変動の結果も公表されます。ただしですね、この会議というのは、ものすごい注目されています。中国の財政庁、中央政府の金庫をですね、どうやって経済を良くするでしょうか？あるいは地方政府の隠れ債務の問題を解決するでしょうか？この間、財政長官は発表しました。最大規模の国債発行だよと言ったんですよ。ちなみに去年は 2.2 兆元の特別国債超長期国債を発行しました。地方政府の隠れ債務と置き換えるしたんですよ。ただし今回は最大規模と言ったんですね。どうでしょうか？これは人民代表の会議で決めますと言ったんですよ。ただし噂あります。6兆元の超長期30年と50年の国債を発行しますと、地方政府の隠れ債務と置き換えします。これについて話をしたいと思います。習近平は本気で経済を良くしたいでしょうか？隠れ債務と置き換えについて、今回は今までですね、3回あったんですよ。前の財政長官はずっと地方政府に警告しました。地方政府は自分でお金を借りたんですね。自分で責任を持って解決しろと。誰が借りて、誰が返すという施策を実施しました。それは原則でした。当時、原因がありました。財政省は説明しました。中央政府の財力も限られていて余裕がありません。最初は数百億元でした。その後、数千億元でした。今はもう数兆元の規模となってきましたし、それは無理ですよ。これ以上ですね、面倒を見ることはもうできませんと言ったんです。ただし、今の財政長官は、まだ置き換えだよと発言しました。外国の投資機構とか、ウォール街ですね、にとっては良い情報です。これから話をします。つまり、外国の投資機構もですね、地方政府、あるいは地方政府の国有企業にお金を貸したんですよ。もし中央政府はこの金、我々が借りました。中央政府が返済します。と認めたら安心なんです。当然これからも安心して貸してあげます。という意味です。中国というのは特別の国であって、政治体制も正常ではないんです。中央政府の目的ですね。地方政府の借金知りませんと言いたいんです。ただし、それができません。原因というのは、中国の中央政府ですね、親方であって、とても強いイメージあります。何でもできるし、何でも管理できるし、エンペラ、皇帝と同じです。地方政府は部下です。自分で自分のことを管理することはありえません。中央政府の命令に従っていいんですよ。例えば、習近平は村の村長を任命することができますので、日本では絶対ありえません。中国の中央政府はとても強いので、責任ですね、やはり取らなければいけません。ただし、中央政府は約束を守りません。地方政府も当然真似しますので、約束を守りません。また、これも特徴ありますが、今は地方政府の官僚です。でも、昇進しますので、中央政府に行くんですよ。中央政府の方に行ったら、責任も追及されません。これも特徴です。習近平が登場しました。地方の税務局という制度廃止にしました。中央税務局一括管理しました。例えばですね、今まで各地域にある KTV ですね、消費税があったんですよ。あれは地方政府の収入でした。現在、中央政府の税務局一括管理していて、徴収していますので、ちなみに KTV は娯楽税発生です。20% です。結構高いでしょ ?20% です。ただし、KTV の個室で食べて飲んだりするんですよね。それは消費税です。5% です。2014年、営業税ですね。営業税、経営税と言いますが、KTV の場合は、娯楽税ですね。特別ですが 20% ですね。それを全部やめて、中央政府を取りますから、増値税にしました。営業税は地方政府の当時ですね、税収の約 29% を占めていたんですよ。今はないんです。国が徴収するようになったんですよ。実はですね、やり方があるんですよ。皆さん、聞いたことあるかもしれませんが、中国の KTV にはですね、小さいスーパーあるでしょう。そこですね、スーパーなんですよ。なので、安いんです。娯楽税ではないんです。そこで買って、部屋に持っていけば、娯楽税は、安いんです。問題はありません。それは地方政府が取っていいんです。これですね、ちょっと裏情報ですね。つまりですね、中央政府はチンピラです。地方政府も同じくチンピラです。ルールはあるんですが、あるんですよ。でも、ルールですね、自由自在に変えることは可能なんです。最近、地方政府の債務の問題、ひどくなってきました。特に、工事しました。地方政府からですね、工事受け取ったんですよ。工事しました。完了しました。お金は払ってくれません。どうしてでしょうか。地方政府の国有企業ですね。それは投資開発系の企業ですね。借金の返済振り子が続いていますので、借金の返済できないので、工事代ですね、払えるわけないんですよ。このアプリありますが、企業計画っていうアプリがあるんですよ。企業の経営状況を調べるアプリがあって、企業計画図と言います。このアプリですね、情報によりますと、今年1月から9月まで60社の国有企業ですね、返済不履行、デフォルトとなっています。2023年同期比 20% の増加です。実は2019年からものすごい増えてきています。そしてあくまで公開されている返済不履行の債務は 45.5 億元です。ただしですね、ブルームバーグの情報では8000億ドルを超えています。約 5.7 兆元以上ですね。もう兆円単位ですね。100兆円以上ですね。という風になってきました。投資、開発企業について話をします。我々は素人とも言います。この都市の投資企業と言います。これはですね、各地方政府が運営している国有企業です。一部の企業は公園ですね、担当です。一部の企業は鉄道担当です。一部の企業は地下鉄担当です。そういう、内訳もありますが、ただし目的は同じです。この都市のインフラ工事を投資します。建設です。地方政府は融資することができるんですよ。でも少ないんです。特に外国から借りたいんですよね。でも難しいんですよ。これで国有企業を作るんですよ。この国有企業を利用してお金を借ります。投資活動をします。これは2008年、当時ですね、金融危機があったんですよ。温家宝元首相は、この施策を作りました。当時、中国では4兆元経済刺激策というものを実施しました。当時の予定では、中央政府ですね、工事しましょうよと言ったんですよ。この工事代ですね、中央政府は6割出します。地方政府は4割出しましょう。それで工事しましょうよとなったんですよ。しかし、地方政府にはお金がないんですよ。工事できません。これで国有企業作っていいですよ。融資していいんですよと、温家宝は決めたんです。これはですね、大変です。パンドラの箱開けたんですよ。これは美味しいんですね。悪魔が出てきましたし、欲望は止まりません。地方政府は融資します。債券発行すると公開されます。でも問題はですね、中国の地方政府の隠れ債務です。隠れ債務とは国有企業の借金なんですよ。この分の借金、債務とは地方政府の債務ではないと決められています。ただし、おかしいんです。この会社は地方政府の会社です。地方政府が運営していますので。この隠れ債務について、中国政府として統計はしないし、公表したこともないんです。ただし、フィナンシャルタイムズの予測では、中国の隠れ債務ですね、地方政府の隠れ債務とは、6兆元から65兆元あるでしょうっていう話があるんです。もうこれですね、1000兆円以上ですね。とんでもない金額です。約ですね、中国の GDP の半分ぐらい占めているんですよ。ものすごい隠れ債務多いんです。そして融資先はどこでしょうか？中国の地方銀行、地方の商業銀行がメインです。約 70% ほど占めています。それから外国の投資機構、外国の金融機構からも借りています。それはドル建て債務だと言います。約 30% ですね。個人の投資は確かにあるんですが、それは金融商品です。そんなに大規模でもないんです。つまり、地方政府の隠れ債務について 70% ほど地方の銀行から借りています。現在は 5.7 兆元ですね。返済不履行の状況です。デフォルトです。この状況となって、中央政府は助けなければ地方の銀行がどんどん倒産します。実はですね、中国は今年になって金融危機の年だと言います。金融危機の年になったんですよ。例えばですね、たくさんの地方銀行ですね、自分のお金引き出す。でも銀行にいたらお金はありませんと言われます。おかしいですよね。これで各銀行の外では抗議する方がものすごい多かったんです。銀行はあれはですね、貯蓄ではありません。金融商品だよと言うんですよ。みんな納得しませんのでおかしいでしょうと、お金返せよと言います。つまりですね、もしこれ以上中央政府ですね、助けなければ金融危機ですね、今は見えません。実はですね、起きているんですが、でも、見えないようにするんですよ。得意ですね、それが。でも、見えてくるんですよ。これで、財政長官は発表しました。地方政府の隠れ債務と置き換えにしましょうか。つまり、中央政府はこれから国債を発行しますから対応しますよ、という意味です。ただしですね、これについて説明します。この現象が起きた原因について話をします。地方政府は国有企業を経由してお金を借りました。経済が良かった時に利息ですね。安くても問題はありません。安くて貸してくれました。ただし去年から経済が良くないんですよ。なので利息を高く設定してお金を貸してくれました。それはですね、アメリカのドルですね。利上げですね。にも関係あるんですよ。なので、今となって、返済は難しいんです。またですね、大事なことがあるんですよ。これは去年7月ですね。私は動画で話をしました。中央政府は地方政府の隠れ債務についてずっと無視したんですよ。最後ですね。返さなくても良いっていう信号を出しました。当時、地方政府の、各地域の地方政府ですね、みんな声明を出しました。開発投資企業とは我々は関係ありません。つまり、地方政府とは別々だよと言います。同時に国有企業も発表しました。我々は地方政府から独立しますよと発表しました。当時ですね、これは国際社会では結構話題となっていました。これで、ウォール街の投資機構は慌てて中央政府と交渉しました。やはりですね、認めてほしいんですよ。もし本当に倒産したら自分らも大変でしょう。原因ですね、地方政府の国有企業には資産がないんですよ。ただし、その企業の後ろに立っているのは地方政府ですね。地方政府が担保しているので、銀行もそうですし、外国の投資機構から見て安心ですね。これでお金を貸しました。ただし、今ですね、地方政府と国有企業は声明出しました。我々は別々だよと言いますね。これはですね、みんなびっくりしました。これはですね、チンピラ行為です。堂々とですね、お金はもう返しませんというような感じですね。去年700社、声明を出しました。今年は200社、前年度ですね、今年の前半ですね。1月から6月まで前半200社ほど声明を出しました。今年の後半ですね、もっと多いでしょうと思います。これはですね、ダメなんですよ。本来ですね、これは地方政府の会社であって、地方政府は自分の信用を担保にしました。これでみんなお金を貸してくれました。ただし、この声明を出したら、すべてが終わってしまいました。また、国有企業には資産がないですね。唯一の機能というのは、地方政府の代わりにお金を借りるんですね。ただし、声明あるわけですから、もう別々です。もう終わりですね。つまり、地方政府はもう返済する義務はないよねっていう意味です。これで、地方政府の国有企業は倒産していくんですよ。ただし、これも特徴なんですよ。おかしいんですね。例えば、中国の恒大グループ、恒大不動産も同じですが、返済不履行です。でも、倒産はしませんよ。返済不履行ずっと続くんですよ。これが中国の現象です。ただし、置き換えについて財政長官は5兆元、また6兆元だと言いましたし、これでですね、やはり足りませんと私は思います。原因を言いますと、隠れ債務は6兆元から65兆元ですね。6兆元だけでしたらとても足りません。10% くらいなんですよ。つまりですね、10% ほど返済は可能です。例えば、今、中央政府の幹部ですね、当時借りました。この分は返しましょうかという意味です。残りの 90% ですね、もう返済することはですね、考えていませんよという意味なんですよ。これですね、ダメですね。今までですね、この国有企業である投資開発投資企業っていう信仰があったんですよ。みんなに信用されました。絶対に倒産しない。中央政府があって、地方政府もあって、国有企業ですね、絶対に潰れませんっていう信念はあったんですよ。信用性は高いんです。地方政府はしっかり約束を守っていました。返済の日ですね、となったら、また新しいお金を借りるんですよ。それから返済して対応しました。ただしですね、今は逆ですね、倒産待ちです。そして地方政府も諦めました。当然ですね、このような国有企業には資産もないし、人材もいないし、どうでもよいっていうような今の状況です。ではですね、被害者は誰でしょうか？投資、開発投資企業、国有企業とも言いますが、隠れ債務は主に地方の銀行から借りました。約40兆元でしょうか。つまりですね、先に地方の商業銀行ですね、ショックを受けます。これで、たくさんの地方の銀行ですね、お金がないよと言います。あるいはですね、貯金を出します。使用先は絶対に聞かれます。ここで怒ってですね、もう返せと。口座はもういりません。もういいです。取り消し。と言ったらですね、順番待ち、1ヶ月待ち、2ヶ月待ちと言われるんですよ。この現象ですね、ずっと続いています。次はですね、外国の投資機構ですね。これは当然です。次は国民の金融消費の投資ですね。これもあるんですよ。まとめるとですね、国有企業が倒産します。つまり、政府ですね、もう責任取りませんよと言います。政府が堂々とお金を借りたんですよ。でも、返しません。と同じなんです。こういう情報ですね、中国のメディアもそうですし、外国のメディアもですね、全然報道しないですよね。これはおかしいんですよ。中国政府ですね。中国政府もそうですが、中国の国有企業もそうですが、投資する価値はないんですよ、実は。このことですね、報道しなければいけないというふうに私は思いますが。またですね、中国には経済がですね、悪化すれば、たくさんのこと起きるんですよ。皆さんにはですね、想像できないことが起きてるんですよ。これについて、また少しずつ話をしたいと思います。この動画はここまでしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。